千葉市道弘君。いや、これ責任問題でしょう。だってね、なんかいきなり東京都とはこの間も話してましたって言って、でも一昨日突然のようにこういう発表がなされる、それは国民の皆さんものすごい心配され、当たり前じゃないですかね。専門家に諮問もせずに、これ大臣、いや、あのすごく軽く言っておられるような気が、ちょっとした変更ですみたいな、重大な方針転換じゃないですか。それは認められた方がいいですよ。大臣首かしげてるんじゃなくて、その責任を大臣が取るんですか、誰が取るんですか、そのことを申し上げてる、ね、大臣首かしげないでください、頼むから。国民の命の話をしてるんですよ今。イランの帽子が小皿叩いてちゃんちきよけさ